皆さん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、もう新年明けてから1週間ぐらい経ってるんですけども、まあ、2021年今回が初インスタライブですね。まあ、ここから気持ちも切り替えて、頑張っていこうと思います。はい、そんな、あ、コメントが、はい、いただいてるみたいで、こざこざさん、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、もう僕らの気分も変わってるんですけども、店頭もかなりまた雰囲気が変わってきていてですね、まあ、なんと今週から新ブランド始めます。はい、待ちに待ってました。待ちに待ってました僕たちは、はい、もうご存知の方もすごい多いブランドですね。はい、もうインスタグラムでもう結構宣伝してるんですけども、まあ、多くの方から結構反響いただいております。はい、こちらのブランドですね、ちっちゃいですけども、はい、見えるかな、カラーです。はい、はい、カラーが、まあ、今週から始まっております。21SS シーズン新作です。はい、ご覧の感じでいるんですけども、あと、まあ、僕が今着てますね。いかにもって感じの、いかにもって感じです。はい、僕もついついこれちょっと程度見ちゃって今日これ着てます。はい、それではもうカラーもご存知の方も もちろんいると思うんですけども、まあ、アイテムと、まあ、ブランドの説明もしていこうかなと思います。はい、まあ、まずアイテムからですね。僕が着ているこちらの、はい、ニットです。スウェットですね。はい、なんかニットなのかスウェットなのかよくわからないんですけども、まあ、形としてはこうベストのような形になっているんですけども、まあ、中からこうシャツがレイヤードしているようなデザインになっています。はい、でこれの面白いところがですね、レイヤードしているのではなくてこう繋がってるんですよね。タートルネックを切ったみたいな。そうですね、切って折り曲げたみたいな、はい、まあ、なのでまあこうやって立てて着るのもいいと思います。カラー一着でもうめちゃくちゃ楽しめるんです。本当にいろんな発見があってですね、本当に着ていてすごい楽しい服ですね。まあ、僕も今シーズン取り扱いが始まって、まあ、初めて着させていただいているんですけども、まあ、本当に面白いっていうのが第一印象です。はい、で素材も結構こだわってますね。素材もまあニットみたいなんですけども、ちょっと張りのある、はい、張りのあるジャージみたいなそうですね、はい、ジャージみたいな感じですね。結構張りと腰のあるで伸縮性もあるっていう感じです。なので本当に見かけ以上に全然気使わなくていいですね。もう動きやすいですし、なんかこれ着ながら運動できるんじゃないかぐらいの着心地があります。なんですけども、まあ、見た目はちょっとクラシカルな感じです。はい、大人っぽい上品なデザインです。はい、皆さん何かコメントとかもしあればお気軽に、ご質問と、はい、ご質問ぜひぜひお答えします。はい、そうですね。で、まあ、このやっぱり色味がいいですね。カラーの特徴がもう本当にいろんなこういうデザインが面白いっていうのもあるんですけども、配色がもうめちゃくちゃ綺麗です。もう他のブランドにはないような、もうパッと見で、あ、カラーだって分かるような、そういったまあ、ロゴとかはないんですけど、色味とかデザインで分かっちゃいますよね。そうですね。なんかここ最近のテレビとかでも結構見かけますよね。はい、あ、そうですね。芸能人の方が、はい、来てますね。はい、この色味のベストは結構前シーズンとかもすごい人気だったらしいアイテムですね。ちょっとターコイズっぽいというか、青っぽいというか緑っぽいというか、なんか本当言葉にしがたいような色味に、まあ、さらにプラスこれちょっとワインレッドというか赤みのある色物と色物をこう織り交ぜたような感じに仕上がっています。なんですけども、まあ、ちゃんとリアルクローズとしてこうまとまってるっていうのが、まあ、本当にすごいなと思わされるアイテムです。そうですね、パッと見ちょっと奇抜かなって思うんですけど、着てみると結構ハマる感じですね。はい、ちょっと子供っぽくなりがちな気がするような配色なんですけども、なんかむしろちょっと大人になったような気分です。はい、まあ、形もそんなに癖がないというか、
まあ、変に大きすぎるとかもないので、まあ、程よく、まあ、今っぽいような空気感も、まあ、入っているようなそういった、まあ、リラックスシルエットですね。もうこれ一着でももっと説明したいんですけども、まだまだあるので、まあ、片っ端から紹介していこうと思います、はい、次これですね。こちらのこれもちょっと一言ではちょっと形容しがたいデザインの、ニットですね。もうでもデザインとしてはもうザって感じですね。ザって感じです。ザカラーみたいな、はい、ザカラーですね。もうこれを待ってましたと言わんばかりのデザインです。まあ、これも実際に着てみましょう。はい、なんか本当に色味が多いブランドではあるので、結構今日画面が華やかですね、いつもに比べて。割と暗い、はい、ちょうどしかも秋だったんで余計に。そうですね、今日はちょっと明るい色味でお送りしております。着用してみました。こんな感じ。また着丈のバランスとかもちょっと右と左で違うのもポイントですね。こんな感じです。これはちょっとなんか他のアイテムと違って、割と黒の配色がまあ大きいデザインです。なんですけども、まあこのストライプ柄です。ストライプというかボーダーの柄ですね、はい、ちょっと画面では分かりづらいんですけど、ラメ糸を使ってますね、はい、キラキラします、はい。でもなんかそんないやらしいほどギラつくわけではないので、すごい自然です、はい、なぜ自然なのかはちょっとわからないんですけど、すごいですね本当に、はい、でボタンとかも実際にこう取り外しできるデザインになってますね。こう繋がってるんですけども、まあ、この辺なんか外したりとかしても面白いかなと思います。後ろもあるので、まあ、この辺ちょっと僕いじれないんですけど、そうですね、この辺もいじってもらえればまた見え方も変えれるかなと思います。これはカーディガンなんですかね。プルオーバーの V ネックになんかカーディガンをこう合体させたような、はい、ドッキングさせたようなデザインです。なんで、まあ、カーディガンよくポケットあると思うんですけど、これも実際に、はい、左側にはついております。なんかくどいようですけど、本当に意外と着やすいので、ちょっとこういう派手な奇抜なものは苦手だなっていう人こそチャレンジしてほしいブランドですね。今年は何か新しい服チャレンジしたいなって方にはぜひお勧めしたいです、ね、2021年、はい、はい、でこれが結構僕個人的にルック画像がすごいかっこよくて、それでちょっと気になってたアイテムなんですけど、一押しですね。あ、よかったらこれも置いてありますので。そのルックはちなみにどれになりますか。これもちょっと見てみようと思います。まあ、本当にかっこいいですよね、ルックの画像も。ちょっと無重力を意識したようなコレクションというか画像になってますね。こちらですね。あ、かっこいい。はい、かっこいいです。シャツのレイヤードもいいですね。そうなんですよ。なんか結構、まあ、いろんなデザインが効いてるアイテムではあるんで、こう着回しにくいかなとか思う方いると思うんですけども、全然シャツとか他のアイテムと合わせてもちゃんと決まるので、いろんな合わせ方してほしい。でもこのデザインにプラス何かアイテムを加えても大丈夫っていうのは本当にすごいことだと思いますね。なんか今の時期だったら上からなんかコートとかジャケット羽織ってもまたかっこいいですしね。はい、みんなでも使いやすいアイテムです。で次が半袖のシャツ。ちょっと気が早いんじゃねえかって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、このブランド本当によく売れます。売れますね。なのでちょっと早いかなと思いながらもチェックしておいてください。はい、グーってマークもらいました。ありがとうございます。そういうのも嬉しいです。はい、オンラインで8時半にジャックインターネットでオンラインストアでアップされたんですけども、もう早くも商品が入り始めてますね。そうですね、こう倉庫をなんか説明してる間になくなるんじゃねえかぐらいの説明してる間にもう売れちゃいましたってなりそうな、ちょっと不安は覚えながらやっておりますが、はい、なのでまあ皆さん今週いろいろコロナとかで、まあ、あると思うんですけども、もし気になっている方は見に来てください。
今週が狙い目です。来てみました。個人的にはこれが僕は一押しですね。そうですね、これめちゃくちゃかっこいいですね。はい、こんな感じです。なんかまあ半袖なんですけど、うん、まあ今の季節だったら長袖とレイヤードしても、今ちょうど下にロンT着るかな、ね、はい、こういう感じで出してもらっても着てもらえると思うので、これすごいところが、さっきまでなんか2つのアイテムが合体してたようなデザインだったんですけども、これはもう3つですね。カーディガンとニットとニットポロ、はい、ニットポロとあとシャツです。ボタンダウンシャツ、はい、シャツの後ろも同じように、はい、同じように襟元まで切り替わっているので、そうなんですよ、すごいご利用ですよね。本当に見える角度によって全然違う風に見えるっていう、これ一着でも何度も美味しいアイテムです。結構夏とかってやっぱり着る服に困ることが多いなって個人的に思うので、なんかこういうアイテムすごい便利だなと思います。なんか1枚着るだけでもおしゃれできるっていう、夏はレイヤードとかもやっぱできないので、ただまあこれはもう夏でもこうレイヤードスタイルができるっていうアイテムです。新しいですね。なんか本当にちょっとこういうのが苦手って人にチャレンジしてもらいたい。何回でも言います。いいじゃんってなります。絶対ちょっとテンション上がってもらえると思うので、はい、おすすめですね。結構大人男性の方にもおすすめですね。もともとデザイナーさんがギャルソンから出てるデザイナーさんでして、その辺とかもゆかりのあるデザイナーさんなので、まあ、もしそういったモードブランドとか好きな方もぜひおすすめですね。結構こういうモードのアイテムって割と黒を基調としたデザインが多いような僕の勝手なイメージがあるんですけども、カラーの面白いところは本当に先ほども言ったように結構色物と色物を織り交ぜたりとか、まあ、あんまりこう黒に頼りすぎてない感じがすごいかっこいいですね。なので本当に、まあ、今日黒いパンツで合わせてるんですけども、まあ、他のなんか色物のパンツとかそういったものともぜひ合わせてほしい、そう思いますね。パントリーもこれからまだまだ入ってきますので、はい、入ってきますから。でこちらがまあもう一色ございますね。なんかもしかしたらより落ち着いてるかもしれないですね。そうですね、結構渋い配色です。お泊まりこれももしかしたらちょっと着てみた方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、なんかだいぶ印象がガラッと変わると思うので、まあ、結構ここ最近ベージュ系のアイテムがすごい人気なので、まあ、本当になんか今にぴったりな感じですね。今の気分にぴったりな配色とデザインです。こんな人数で多いって言ったらちょっと恥ずかしいんですけど、今日いつもよりちょっと多いです。そのリアルタイムで見てくれてる人が。そうですね、一桁台ですけども。そうですね、まあ、皆さんステイホームで家にいらっしゃるのか。そうですね、してみました。はい、グッと春っぽい感じになりますか ね、はい、色味的には。まあ、サイズ感はさっきと一緒ですね。まあ、結構夏物ってこの今の時期絶対に着ることないと思うんですけども、これだったら僕着たいなと思いますね。そうですね、まあ、なんかコートのインナーとしても使いたいですし、なんかスウェットとかとレイヤードして使いたいなと思います。もともとレイヤードしてるようなデザインなの で、ね、中に本当になんかそれ着てもらっても違和感なく着れると思うので、はい、ぜひおすすめです。今すぐにでも着れるような、はい、ちょっとニット素材とかも入ってるので、まあ、もちろん夏っぽいデザインなんですけども、まあ、どことなくこう秋冬らしさも感じるようなデザインです、はい、シャツの、まあ、ブロード生地の部分もさっきよりも薄手に作られてます、はい、さっきはもうちょっと濃いブルーだったんですけど、こっちはサックスですね。そのニットのでかい襟がいいですね。そうなんですよ、この存在感がある襟いい感じです、はい、本当今の時期からインナーでもかなり存在感出してくれます、はい、で、次のアイテムこちらですか。ドンと分かりやすいやつ、これもまたプリントで分かりやすいっていう、はい、さっきとまた違ったアプローチで面白いアイテムです。
このまあなんかこういう切り替えの方に目が行きがちですけど、なんかプリント T シャツとかこういうグラフィックもすごいかっこよくて、スウェット自体のシルエットもすごくいいですし、グラフィックセンス抜群と。抜群です、はい、T シャツとかも出してるんですけども、その辺のアイテムのプリントもめちゃくちゃかっこいいですね。また来月ぐらいに入ってくる予定なんですけど、はい、T シャツ類、まあ、その辺もすごい楽しみですよね。楽しみですね。行ってみました、はい、スウェットだとまあ先ほどのアイテムよりかは着丈とかが長く作られて、まあ、よりスウェットらしいようなサイズ感で作られてます。なんか本当に程よいサイズ感ですよね。程よいです。気持ち今結構オーバーサイズ主流だと思うんですけど、まあ、気持ちちょっとそれよりもちっちゃめというか、より着やすいようなサイズ感になってます。本当にそれこそ大人の方でも、うん、なんか割と年齢層問わず着てもらえるかなと思いますね。これはまあロゴドンと言っていいのでしょうか、はいはい、カラーのブランドネームも入っていますし、その上に今フォトプリントが入っているっていう、この辺もなんかいろんなプリントがドッキングされたようなデザインになってます。はい、これちょっと文字とかも入ってますね。細かく、はい、なんか虹について解説している文章です。いいですね、ちょっとこういう面白げのあるデザインもあります。でこちらなんですけども、裏も裏肝ですね、はい、裏肝結構しっかりめの生地もかなり分厚い、はい、なんかこうやって見てもちょっと張りがあるのを感じてもらえるかもしれないんですけど、そうですね、結構しっかりしたボディですね。まあ、そのしっかりした生地がやっぱりこの立体的なシルエットを形成してるなと感じます。まあ、この辺はもう今からですね、本当に今から着ていただきたいアイテムです。そうですね、明日買って明日から着れる、明日から着れるやつです。はい、はい、なんか色味もいいですね。結構グレーとかスウェットだと多いと思うんですけど、こちらちょっときなりっぽいような色味です。で、まあ、もう一色ございます。はい、黒ですね。またプリントの色味が違うので、そうですね、だいぶ雰囲気の変わる感じですね、はい、こっちだとよりまあ分かりやすいですね、プリントがやっぱり。そうですね、虹生えてるみたいな、虹がかなり生えてます。はい、カラーの商品は早くも以上ですね、はいはい、でも結構な量入ってますので、この辺はぜひ試着して比べてみてください。そうですね、結構夏物も入ってきてるんですけど、本当に今欲しくなってしまうような、なかなか今夏物欲しくなるってないと思うので、まあ、そう思わされるようなすごいかっこいいアイテムですので、まあ、ぜひ店頭でご確認ください。はい、で、もう次のブランドに行こうと思います、はい、僕がもうパンツ履いちゃってるんですけども、ホワイトマウンティアリング、はいはい、こちらも入ってきました、はい、これもまあ着ていこうかなと。しかも今回はコレクションラインではなく、ブラックっていう、まあ、新しい、違うなその久しぶり10年ぶりに復活したラインのものをですね、そうですね、かなりシンプルなんですけど、まあ縫製だったり機能的な商品を作るラインですね。結構最新技術が落とし込まれているようなアイテムです。今上下ともに、ホワイトマウンティアリングですね。ちょっと黒で正直分かりづらいとは思うんですけども、かなりこのデザインもそうなんですけど、まあ、生地がめちゃくちゃ特殊です。本当に今まで着たことがないような生地感で作られています。はい、ちょっと分かるかな、これだとポイントがバックプリント、ちょっと同色なので見えづらいんですけど、はい、ちょっと光の反射で若干見えてますけど、はい、ここの、服がどこかに服のパターンが図としてプリントされてる、はい、T シャツは背中にドンって入るんですけど、他のものは大体裏のポケットだったり、そうです、ね、裏側にプリントが入りますね。タグがついてるんですけど、
かなり大きくて、そうですね、これがこんな感じのものが、はい、プリントされてますね。ちょっとプラモデルの解説書みたいな感じでこれがプリントされてるんですけど、まあ、そのパターンがめちゃくちゃ変わってて、一応ラグランですね、ラグランの T シャツなんですけども、結構後ろから見てると分かる通りかなりここの肩周りのデザインが効いてます。何スリーブっていう感じの、こんなの初めてっていう、はい、ちょっと面白い作りですね、はい、ダーツが入ってるデザインですね。もうそんな変わった切り替えしてるのに形めちゃくちゃいいですよね。はい、めちゃくちゃいいです。結構ジャージに近いような生地ですね、ポリエステルのなんですけども、結構この生地ってなんかフォーマルシーンでも使われるぐらいの生地を使ってて、まあ、ちょっと上品な感じです。ジャージよりもよりこう上品なあの見栄えのする素材を使ってます。なので、まあ、ジャージよりもちょっと伸縮性もあるんですけど、まあ、腰があるというか張りがある、シルエットです。まあ、バックプリントってだけでもかなりこう渋いというか痺れるデザインなんですけども、まあ、すごい見えづらいっていう先ほどいいですすごいさりげなくていいですね。さりげなくていいです。結構本当見る光の当たる角度によって見え方がかなり変わる T シャツですね。で、パンツです。はい、パンツはもうここのブランドはもう安定感抜群ですもんね。もういいパンツしかないです、はい、ダメなパンツ見たことないですここのブランドで。もう毎シーズン本当にいいパンツばっか作ってて、まあ、これまたその一つなんですけど、なんかもうとにかく楽っすよね、はい、履いた感じは、はい、もうジャージ履いてる感覚なんですけども、まあ、結構パッと見は本当にスラックスと間違えてしまうぐらいの、まあ、綺麗なラインがあります。特徴的です。生地感もなんかポリエステルなんですけども、なんかパッと見コットンっぽくも見えるような、そうですね、なんかホップサックみたいな雰囲気の、ね、はい、やっぱこれも切り替えがちょっとスポーツウェアみたいな立体裁断というか、はい、結構大体パンツって横にこう縫い目が入ってると思うんですけども、まあ、これ入ってなくてこのもも周りまで入ってますね。本当にどうやって作ってんのって思っちゃうような感じですね。それをさっきのあの図を見てもらうとなんとなくわかる。こうやって作られるんだっていう。なんか縫い目が全然他のパンツと違うので、本当にシルエットも独特なんですけども。で、後ろですね。はい。ポケットジップ部分もかなりシンプルです。かなりスッキリしてますよね。本当に。あの一瞬ポケットないのかなと思っちゃうぐらいの見た目に、ね、ちょっと近未来的な感じのレザーですね、はい、でウエストも本当に楽ちんで、はい、ベルトがついてるイージーショーになってますね。でもループもついてて、でベルトのデザインもすごいかっこいいので、まあ、これはタックインして履いてもかっこいいイージーパンツです。オールブラックで、あのオールブラックなんですけども、やっぱり退屈さを感じないというか、やっぱり生地が特殊なので、まあ、黒ってすごいド定番アイテムだと思うんですけども、まあ、結構メリハリつけてくれるようなアイテムです。で、もう一度今のパンツを褒めちぎりましたが、こちらも、はい、これもまあとにかくいいんで非常に良いです。とりあえず履いてみます。一応先シーズンから引き続きこのシーズンもカーゴパンツが受けそうなシーズンではあるんですけど、まあ、今回はちょっとスポーティーなカーゴパンツを、ちょっと他のブランドとはなんか割と流行ってるカーゴパンツってもう本当に軍物みたいなベタベタなやつなんですけど、やっぱりちょっとそのただでは済まさないというか、こちらも先ほどはベルトだったんですけど、こっちはあの、はい、ウエストにドローコード入ってるので、入ってますね、内側についてるのでこう隠せば見えないようにデザインになってます。イージー仕様です、はい、イージー仕様です。さっきより気持ちちょっとスッキリしたようなシルエットですね。カーゴパンツ本当に今かなり熱いというか、全然勢いがどんどん増しているような人気のアイテムなんですけども、これがまた違った角度から見え方がするカーゴパンツです。
ちょっとポケットの形もやっぱり変わってますよ。そうですね、ちょっと斜めについてるような、斜めについてる、なんていうんですか、なんかマチの付け方とかもすごい変わってて、はい、ちょっとまあこれ本当に真っ黒で超見づらいんですけどそうなんですよ、あの、まあ、実際見ていただけるとこれもまた面白い作りで、はい、まあ、結構カーゴパンツのカーゴポケットとかって、まあ、立体的なものが多いんですけど、これはもう割とこうフラットな作りになってますね。でもなぜかマチがあるっていう、はい、すごい作りです。なんでまあカーゴパンツは今ちょっと旬だから気になってるけど、ちょっと履くの難しいなって方にはこれをお勧めしたいです。そうですね、結構いろんなジャンルにはまりそうなパンツではあるので、はい、そうですね、なんかもう本当に黒いスラックス感覚で履けるパンツです。で結構カーゴパンツとかだと、まあ、ステッチが大体横に入ってるのが特徴なんですけども、やっぱりこのホワイトマウンテリングブラックラインはステッチが一切ないですね。すごいすっきりとしたシームレスな作りになってます。なんでこれも結構上品に見える、まあ、ポイントかなと思います。でもなんかまた下割り不仕様になってたりとか、そうですね、動きやすさに一役買うディティールが満載ですね、はい、ここですね、レイヤードされてますね、はい、なんかジョガーパンツかと思いきや、どっちかっていうとブルゾンとかのそれ先のリブに近いようなデザインです。あんまりキュッてしてるのではなくて、本当レイヤードしてるって感じ、スポーティーさもそこまで強くない、まあ、本当に履きやすいパンツかなと思います。なんかパッと見思いっきしそのレイヤードしてるっていう感じではないですもんね。そうですね、よく見るとあ、なんか下に重ねてるのかなって思うような感じですね、はい、いかがでしたでしょうか。帽子忘れてるそうですなんか忘れてるなと思って帽子でした。帽子も入ってきております。このブランドでは結構人気な、なんか割とうちのお客さんでもホワイトマウンテニアリングを見に来るお客様かぶってる方も多い、そうですね、定番的に展開してるやつですね。はい、ニューイラとのコラボです。まあ、キャップで言ったらもう間違いないですよね。でこれのポイントがこのつばの部分にめちゃくちゃ柔らかい、はい、芯が入ってないっていうはい、この辺はまあ収納しやすいですよね、やっぱり何より。そうです、そのまま丸めてポケットに突っ込めるみたいな、はい、突っ込めるので、まあ、収納力めちゃくちゃ高いかなと思います。まあ、ないですけどもしっかりこう、まあ、つば立つようなパッと見は普通のキャップに見えるので、デザインにはそこまで影響しないのもまた、いいと思いますね、はい。まあ、この辺も入ってきております。はい、今以上になりましたこれで以上ですね。はい、はい、もう本当にカラフルなカラーのアイテムからこういったまあかっこいい黒のホワイトマウンテンのアイテムと、まあ、かなり幅広く SS シーズンの新作入ってきておりますので、まあ、また今週もぜひ見に来てください。はい、はい、それでは今夜もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。